ちは。なぜ地震が発生するのかご存知ですか？この動画では主に地震の発生原理や種類について説明していきます。地震には主に海溝型地震と内陸型地震があります。東日本大震災を発生させた東北地方太平洋沖地震などの海溝型地震では津波が発生することがあります。一方で内陸型地震では発生場所によっては津波が発生することもありますが、基本的に津波は発生しません。これらの地震に関係しているのがプレートです。プレートは簡単に言うと地球の表面を覆っている巨大な岩の板で、少しずつ移動しながら沈み込んでいます。この時、陸側のプレートが巻き込まれます。それによって溜まった歪みが限界に達すると、変形したプレートが元に戻ります。この衝撃によって発生するのが海溝型地震です。またプレートが元に戻った衝撃で海水が盛り上がることがあります。これが津波です。津波は様々なものを破壊しながら押し寄せてきます。さらに津波の脅威は押し寄せてくる時だけではありません。引き波も様々な被害をもたらします。次に内陸型地震についてです。陸側のプレートには図のように力が働いています。この力によってプレートに亀裂が生じることがあります。これが内陸型地震です。このようにして発生した亀裂を断層と言います。日本で地震が多いのは周辺に多くのプレートの境界があるためです。私たちはこのような場所に住んでいる以上、日頃から訓練をしたり、非常時の食料を用意しておく必要があります。また、避難場所やそこまでの道を確認しておくことも重要です。この動画が、わかりやすくするために、一部、津波の動きなどの省略している部分もあります。ご了承ください。